シルビアちゃんは台湾出身の女優、映画監督。嘉義県、大林鎮空軍県村出身。本席は三世省五大県。父、張文章は空軍将校だったが、1954年、フィリピンにて航空機が墜落し死亡した。母方の祖父、義経網は中央通信社社長や行政院新聞局長。 小渓谷時代の相当不国作顧問を務めた人物である。1976年に、壁運転で第13回金馬進むの最優秀助演女優賞。1981年に、割り的じいじいで第18回最優秀主演女優賞。1986年に、最愛で第23回最優秀主演女優賞を受賞している。また、 1987年に最愛で2002年に地球天頂で第6回と第21回の香港電影金像を進む最優秀主演女優賞を受賞している。1995年に脚本と監督を務めた映画少女、シャオユーは第40回アジア太平洋映画祭最優秀作品賞と最優秀脚本をダブル受賞している。 1999年の監督作、君のいた永遠は、香港電園金像進む最優秀脚本賞を受賞している。歌手として活躍していた時期もあり、1985年7月に、ファーストアルバム、防御網が発売となり、当時の台湾百大小編に選ばれた。1992年のアルバム、愛的大歌に収録された、兄弟曲は、 中華圏全域で大ヒットし、今でも数々のシンガーによりカバーされる名曲中の名曲である。ありがとうございます。